待ち遠しいクリスマス。もうすぐクリスマスですわね。ルルさんはサンタさんから何をもらう予定なんですの？まあ何よウィッチ、やぶから棒に。私ぷよくえでは少々サンタクロースをたしなんでいますの。ですからアンケートがてら欲しいものを聞いてみようと思いまして。決まってるじゃない、私が欲しいもの、それは愛しのサタン様一択よ。やっぱり聞くまでもなかったですわ。けどどうせ無理よ、サンタなんかにサタン様を用意できるわけないわ。いくらサタン様とサンタさんの名前が似てると言っても所詮はただのサンタですもの。サンタとかサタンとか炭酸とかよくわからなくなってきましたわ。ところでルルさん、どうしてそんなにサンタさんに冷たいんですの？サタンタさんってどなたですか？サタンタさんじゃなくてサンタさんですわ。で、あなたどちら様？申し遅れました、イノハと申します。そのサンタさんにお願いしたいことがあるんです。どこかへ行ってしまったイノハの武器さんを探してください。ちょっとイノハさん、サンタさんは何でも屋さんではありませんのよ。はいはい、私はステージのセンターに立てるような豪華で可愛い衣装が欲しいです。あなたは確かシャンファさんだったかしら。それならまあプレゼントとして少しは現実的ですわね。ちょっとそこのあなた、ニナちゃんより目立っちゃダメでしょ。なんですかあなたは。フリフリで派手派手な格好は不機嫌の私が許しません。私はあの潜入グループのシャンファですよ。風紀委員とか関係ないです。あの潜入グループって言われても全然知らないし。なんですって。で、あれ何か足元に落ちてますよ。ん、あ、ほんとだ。何この長い棒は。よいしょっと。で、重っ。そんな大げさですね。全然持ち上がりません。ちょっと私に貸してみなさい。ふーん、畑を耕す道具か何かかしら。あなたそんなに重いものをよく軽々と持てますよね。全然重くないわ。いや、ほら片手でもいけるわよ。武器さんです。こんなところにいたんですね。よしよし。そしてこの子も当たり前のように持ってるし、最近は怪力がトレンドなの。これもサンタさんにお願いしたおかげですね。あ、でも見つけてくれた皆さんにもお礼をしないと。はい、よかったらこれ食べてください。わー、これ大人気でなかなか買えないドーナツじゃん。私これをサンタさんにお願いしてたんだよね。一足先に手に入っちゃった。あ、ずるい。私も早く豪華で可愛い衣装が欲しいです。そうよウィッチ、あなたサンタなんでしょ。早くサタン様をよこしなさいよ。さっきサンタには無理だっておっしゃってませんでした？そうよ、毎年かなりしつこくお願いしているのに一度もサタン様をもらえたことはなかったわ。でも何の裏切られたとしても今年こそはって期待してもいいじゃない。ルルーさんがサンタさんに冷たい態度を取る理由が今わかりましたわ。ねえサンタさん、私の衣装はまだで
この世に二つとない一点物のドレスとかがいいんですけど。なんだかさっきより要求が増えていません？ねえ、ちょっとサンタさん、ドーナツもらえたのはいいんだけど、私が楽しみにしてたストロベリーチョコカスタード味が入ってないよ。ついでに去年の期間限定だった幻のバニラメロンクリーム味も食べたいな。それは私に言われましても。どうしましょう、イノハの武器さんまたどこかへ行っちゃいました。せっかくなのでサンタさんに新しいのをお願いしてもいいですか？何がせっかくなんですの？ほらウィッチ、私のサタン様をどこに隠しているの？早く出した方があなたの身のためよ。ちょっとルルーさん、落ち着いてくださいな。あーもうサンタなんてゴリゴリですわ。あ、それじゃあ私がサンタやってあげる。いいえ、私がやりますよ。それならイノハが。私がやってもよくてよ。それじゃあ私が。どうぞどうぞ。人で遊ぶのはおやめなさい。おしまい。